今こんな本が話題になっているのをご存知ですか？タイトルは夢と生きるバンドマンの社会学。日々ライブハウスに通い詰めた著者が音楽で成功を夢見る若者たちをインタビュー調査、リアルな実態を描いています。例えば、バンドマンはフリーターでなければならないという規範が存在、正規就職や結婚を理由に夢を諦める。さらに家族との関係でこんな意外な発見があったそうで、自営業の親を持つ子供がかなりいると。親も好き勝手やってるから、子供も自分の好きなことをやりなさいと。ただ親の授業を継げ問題が出てくる、親が自分の会社を子供に継がせたいけど、バンドマンはいやそれはやりたくないと。歯科医院を経営するつとむさんもその一人。いくつかの歯科学部をやっぱりめでたく合格もできましてと。ただその後本人がやはり思うことがあってと、会社じゃなくバンドがしたいと。将来は医院を継いでもらいたいと思っていましたが、本人の意思は固く、結局歯学部を蹴り別の大学に進学。そんな息子を手放しでは応援できませんでした。やっぱり親としての思いがあって、今からでもいいから歯学部行くかって聞いたんですよ。そしたら親父、俺別にいいからって、もうそれ親父気にするな。時々そろそろ誰それさんの息子さんが歯医者になったとか聞くと、うん、羨ましいとも思いますけど、ファンがいてステージに立ってるかと思うと少し自慢したくもなっちゃうんです。親に金銭の援助を求めることも全くなく、今ではバンド活動を陰から見守っています。一方でネット上にはこんなケースも。いつか音楽で売れるって言ってるだけでほぼ紐、バンドマンだけは付き合っちゃダメ。バンドばっかりしてないで家に家賃くらい入れて。中にはお金がなく家族や恋人に頼ってしまう人もいるようで、実際バンドマンたちはどうやって生計を立てているのか。この日とあるイベントに出演していたバンドのボーカル秀樹さんに聞いてみると、多い月は5万だったり、ない月はない、ゼロ。僕らのバンドはみんなフリーターで、おのおのいろんな職種でバイトして、まあ、そこで生活するための資金を作ってバンドに当てて、現在はアルバイトで生活できていますが、音楽活動を始めたばかりの頃は家族の支えも大きかったそうで、お姉さんのミキさん、母を亡くして以来秀樹さんを母親代わりで支えてきました。母の仕事が自営業だったんですよ。私もその時が多分大学3年、経済的には、まあ、あの家計の助けはしてました。秀樹さんがフリーターになり本格的にバンドを始めたのはそんな時でした。大変だったか大変じゃなかったかで言ったらめちゃくちゃ大変でした。でもそのタイミングでじゃあもう今音楽すっぱりやめて就職しないよとかは特に思ったりしたことないです。自分がこういくつまでこれをやってたら、そう家族なのか周りの人なのか、どういう影響を与えるのかっていうのを考えた上でやれる人間だと思ってるので。バンドマンを支える家族たちの思いとは、必ず叶うとも言えないその夢をいつまで、そしてどこまで応援するべきなのか。今日は夢追い人を支えることについて考えます。さあ、淳さんもバンドやられてますけども、うん、夢追うバンドマン、どうでしょうか。いや、まあ好きなだけ追えばいいと思いますよ。そのなんかバンドマンってこうあるべきって、うん、なんかあんまりべきみたいなのは当てはまらないような、うんうね、うん、だってその表現者なんでね、うん、それぞれ好きな表現方法を取ればいいし、うん、好きなライフスタイルを取ればいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんか周り家族がどうのこうのって言うんですけど、
なんか俺もそのうちの母ちゃん死ぬまで、うん、そのずっとあんた反抗期だったし私が思うように生きなかった、だけどなんか あなたが生きたいように生きてることを最後分かったからそれで幸せを感じたっていうのが、まあ、なんともなんかこう報われたなっていうか、だから成功してようがしてまいが、まあ、親からしたらずっと心配なんじゃないですか。なるほど、うん、変わらないっていうところなんですね。変わらないけどでも好きに生きてくれたことが嬉しかったっていう言葉が俺すごい残ってるんで、だから好きに生きちゃえばいいじゃないかとは思いますけどね。素敵な言葉、ありがとうございます。ではゲストご紹介します。 VTR にもご登場いただきましたアルバイトをしながらバンド活動をされているニードレスマイネームボーカルの秀樹さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、ニードレスマイネームボーカル秀樹です。よろしくお願いします。そしてもう一方、母親代わりとして秀樹さんを支え音楽活動を応援しているというお姉さんのミキさんです。よろしくお願いします。ミキです。よろしくお願いします。お願いいたします。何かこう具体的に、はい、例えば武道館に立つですとかメジャーデビューするとかそういった何か野望っていうのはあるんですか。一応そのバンド的には今年中に単独ライブ、ワンマンライブをやりたいっていう目標をみんなで持ってて、ゆくゆくはアニソンタイアップとかやっぱ大きい大型のフェスのメインステージに立つっていうのが野望ですね。山本さんいかがでしょうか。いや大変ですよ結構、はい、とは思います。母が亡くなってフリーターになってその家にこういっぱいお金をこう、うん、こう入れてって、うん、で、まあ、ちょっと家が落ち着いて、うん、まあ、どうにか生活できるようになって、そこからそのいざフリーターになったらいいけど、まあ、そのなんか亡くなっちゃったなと思って、何もなくなった。その時に母がビートルズすごい好きで、で母がその亡くなる3日前ぐらいまでもビートルズ聴きたいって病室で言ってるのを思い出して、なんかその死ぬ直前までこの寄り添えるのって音楽なんだなってふと思った時に、あ、音楽、バンドももちろん好きでしたし、音楽ちょっと人生かけてやりたいなって思ったのが夢を追っかけるようになった機会ですね。30代40代、うん、50代なんかこのタイミングが来たらやめるかなとか、うん、そういうのはまあぼんやりとなんか見えてたりはするんですか。そうですね、やっぱその 今20代ですけど、やっぱ30代に差し掛かった時にやっぱ それでもバンドの収入が VTR にもあったと思うんですけどゼロのまんま進んでいったら、まあ、ちょっとやばいなっていう気持ちはあって、うん、まあ、そう ならないためというか、それをこうならないために今頑張ってる感じ、うん、具体的にはいくらいくらだバンドでいくら稼げればっていうところですか。でも30歳の時、うん、30歳の時にでも20万をそうもしもならなかった時に、はい、まあ、辞めるとするじゃないですか、はい、そしたら周りの他の、まあ、違う道を歩んでる人は、まあ、正社員とかになって会社で働いて全然多分給料とかも違ってくると思うんですけども、はい、そう思惑通りのその20万にならなかった時は後悔するものなんですか、これまでの時間っていうのは。それともやりきったっていうふうにやりきったみたいな満足感なのか、まあ、まだなってないから分からんと思うんですけど、まあ で, すね、うん、でもやっぱその後悔はしないようにしてるんで、うん、もし仮にその望み通りにならなくてもやっぱやってよかったなって思うかもしれないですね、僕の場合は。どういうところでやってよかったなって思います。やっぱその全力で今こう夢を追っかけてて、そうですね、それで、まあ、他の人じゃ多分経験しない、例えば僕らのバンドは一つの車に荷物機材とか全部もう詰め込んでみんなでまあ関西行ったりとか行くっていう経験は多分普通に生きてた多分なかなかない経験とか、そういう、そうですね、経験できないようなことを、まあ、できたっていうことに関しては多分後悔はないかなっていう。でもなんかやっぱり3万人とかの前でやるよりも全然300人とかの前でやってる方がお金入る時も全然ありますし、だからもう必ずしも有名かどうかと売れてるかどうかって、まあ、相関にはあるんだと思うんですけど、売れるっていう言葉のもちろん定義によるんですけど、まあ、だから必ずしも有名になれば
お金がいっぱい、それこそ20万円とかっていう、うん、まあ、多分20万円もらってる時には20万円じゃ足りないと思ってるはずなんで、うん、多分20万円がそもそも適正額なのかっていうのはもちろんいろいろあると思うんですけど、うん、どうなんですか、例えば社会人として他の何か就職をした上で、はい、例えば土日で社会人バンドじゃないですけども、うん、そういうふうな働き方っていうのを考えたりはしなかったんですかね。あ、でも考えた時は正直ありましたね、うんうん、やっぱその寝る前とか、うん、急にそのやっべーってなる瞬間がやっぱやばいやばいみたいな。それ金銭面ですか。いや、なんか金銭面もそうですし、うん、なんか社会的にこう押しつぶされちゃうんじゃないかなみたいな、へえ、っていう瞬間が寝る前に、うん、そうなんだ。でもそういう経験してる人の歌詞とか歌聞きたい、ね、いや、そうですよね。なんか そこがね、うまくいってる人よりも音楽に表現として出てくるのかなって思っちゃいます、うん、幸せって人それぞれだと思うので、会社員になって安定した生活が幸せな人もいれば、自分の生きたいように生きるのが幸せって方もいらっしゃるとは思うんですけども、やっぱりこう将来不安っていうのは大きいですよね、うんうん、そのだって例えばその将来の年金とかもやっぱ国民年金だけだと思うので、はい、うん、そうすると月5、6万で私たちが老後ってもうちょっと低い月4万ぐらいで生活するっていうのはなかなか大変だと思いますし、普通にこう働きながら合間を縫ってやるっていう人の方が意外とその金銭的な安心感とか精神的なゆとりもあって、うんうん、こうなんかその創作活動に集中できるっていうパターンもあるなと思って、それで最近大学生お笑いの人とかが、うん、あのすごくお笑いだと強くなってきたりとかしてると思うので、はい、だから私はなんか両立するっていうのが今の時代なんか賢いやり方じゃないかなと思いますね。それ聞いてどう思います？例えば社会人何かに就職して、はい、ちょっと余裕を持った生活の中でバンド活動をするっていうのはちょっと自分のスタイルに合わないですか？僕性格上同時に2つのことできない人間でして、多分絶対なんかダメになっちゃう、中途半端になっちゃう、やっぱ中途半端というか、うん、そうですね、多分ぐちゃぐちゃってなっちゃうんですよね、僕の中で。でもアルバイトはしてるわけでしょ。あ、そうですね、それと一緒じゃない、はい、うん、まあまあまあそうですね。そのアルバイトは自分のこう生活とかバンド活動とかをこう邪魔してくるものではないってことですか。まあ、そうです。例えばその時間的な話で言うと、まあ、その言ってしまえばまあシフト制というか、自分の例えばこの日に遠征行きますと、その時にまあフリーターだったら、まあちょっとこの日ちょっとまあ3日4日ぐらいちょっとお休みさせていただきますって言えば、まあ基本的にはまあいいよって、まあ僕の職場の場合は。どうですか、会社員の場合も年間で大体平均すると 100日ぐらいお休みはあって、有給っていうのは自由にその上司に理由を聞かれずに取れる権利っていうものがあるので、だからできると思います。でもなかなか難しいですよね、あさって休みますとかいうのは。やっぱりね、ちょっと勉強が嫌だとか、うん、なんか そういう社会の真っ当な敷かれたライフコース、レールみたいなのに乗りたくねえっていう部分がやっぱりあって、なんか俺はやりたいことは見つけるんだみたいな、その夢を見つけるんだみたいな形で飛び出してきてるんで、今からそれの、まあ、コスパがいいから有給が実は取れるから、うん、とか言って、うん、なんか正社員になるのは、まあ、気質上合わない人が多いっていうのは、まあうん、自分を振り返っても、まあ、周りを見てても思いますね。ミキさんとしてはこうどこまでっていうのは、はい、もうもちろんその夢を追う限りは追い続けていいよっていうふうに送り出してあげたい気持ちっていうのはもちろんあるんですけども、これが本当に30、40、50ってなった時にちょっと生活が成り行かなくなる可能性というのもあるのかなと思ったんですけども、リアルなところ何歳までとかって考えてたりしますか。年齢的なところは正直そのやっぱり、ここ数年コロナがあってどうしてもその間活動ができてない部分っていうのも見ていたんですけども、そうなってくるとやっぱり人生ってどこで何があるかってわからないですし、私もまさか20代前半で母が急に病気になって亡くなる人生だとも思ってなかったんで、本当にいい意味でも悪い意味でも人生っていつ何が起こるかっていうのはわからないなっていう考えが自分の中にあるので、まあこう年齢でこうここでここでっていうふうに区切るのはちょっと違うんじゃないかなと私個人的には
考えてます。例えば学校が嫌だからそこからロックンロールに逃げるみたいな、まあ、逃げるって言い方悪いですけど、まあ、そっちになんかひらめくというか気づくというかそっちに走っていく、でその青春のきらめきみたいな、まあ、めちゃめちゃいいことやと思うし、自分もそういう時期が もちろんあって、でも逃げてきた限り、それさっきもおっしゃってたらしい、まあ、それこそお姉さんが、まあ、お客さんが、そして自分も悔いを残さないようにって抱え込んでしまって、逃げてきた部分、自分がやりたいと思って走ってしまってるレールからって意外と逃げれないんですよ。基本的に私は若い人が新たなことにチャレンジするっていうことはバンドに限らず起業だったりとか素晴らしいことだと思いますし、そういう日本社会であるべきだと思いますし、生活の生きる権利っていうのはやっぱ憲法で保障されてるので、まあ、最悪老後困っても生活保護とかがあるから、まあ、本当にチャレンジすればいいと思うんですけども、ただ今の日本社会がそうなってない、まあ、例えば高卒とか中卒とかでじゃあバンドマンになって、で35ぐらいでじゃあ辞めますってなった時に、日本社会が再チャレンジできるような社会にあまりなってない。じゃあそういう学歴がない人を雇うか、20代だったらあの新卒で育てるっていう環境があっても、なかなかその時から選べる職種っていうのが限られてたりとかっていうところは、なんか日本社会自体もこう年齢で見るっていうところとかから変わっていかないと厳しいなとは、こう夢を追う人が増えてほしい一方で、日本社会としてなんか現状を見るとなかなかそこに躊躇してしまう人がいるんじゃないかなと思いますね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。